皆さんはじめましてジャパンルネッサンスにようこそ本チャンネルは日本文化最高を目的とした放送番組です今回は日本に帰化したイギリス人作家小泉八雲を朗読の題材として取り上げ処刑の退屈な夏の夜を一編の物語で続々する刺激的な 夜へとといいいた,いたいと思います300年くらい前のこと伊予の国温泉郡浅見村に徳兵衛という善良な男が住んでいた徳兵衛はこの地方で一番の金持ちで村を,をしていた何事においても幸運に恵まれていたがただ40の年を迎えても父親になる幸せを知らなかったそのため彼とその妻は子供のないことに悩み苦しみ 浅見村にある西宝寺という有名な寺へ足げく通いそこに鎮座する霊言荒高な不動明王に祈りを捧げたとうとう夫婦の願いは聞き届けられ徳兵衛の妻は身ごもり娘を一人授かったその子供は大層愛らしく露という名を付けられた母親の父の出が良くなかったのでその子のためにお袖という乳母が雇われた。 おつゆは大層美しい少女へと育っていったが15歳の年に病にかかり医者は死が近いと思ったその頃おつゆを実の母親の愛情で可愛がっていた馬のお袖は西宝寺へ行き不動様に願をかけた21の間欠かさず寺に通い祈り続けそして満願の日おつゆは突然全壊した 徳兵衛の屋敷が大きな喜びに湧き立ちそして知り合いをことごとく招き嬉しい出来事を祝って宴を催したしかし宴が夜を迎えるとにわかにお袖の具合が悪くなり次の日の朝世話をするために呼ばれた医者は既得の状態だと告げたそれから家族は大いに悲しみ別れを告げに床の周りに集まったしかし彼女はみんなに言った 皆様のご存じないことをお話しすべき時が来ました。祈りが聞きと届けられたのです。不動様におつゆさの身代わりに死ぬことをお許し願えませんかと懇願し、この大きな願いは叶えられました。ですから皆様は死を悲しむことはありません。されど一つお願いがございます。お札と記念に西宝寺の境内へ、 桜の木を植えることを不動様にお願いいたしました。今は自分でそこへ木を植えることができませんので、代わって約束を果たしてくださるようお願いいたします。さようなら、愛しい友達。お梅雨様のために死ねる私は幸せだと思い出してください。恐れの葬儀が済むと、お梅雨の両親によって探し得る中で最上の桜の若木が、 西方寺の境内に植えられたその木は成長して枝を茂らせたそして翌年のお袖の命日である2月16日に見事な花の咲かせ方をしたそれは254年の間いつも2月16日に花を咲かせ桃色と白のその花はまるで女の胸の乳で濡れた乳首のようであった人はそれを上桜と呼んだ。 では次回をお楽しみにまた会う日までまた会える日までさようならチャンネル登録よろしくお願いします。